待ちたまえ、そこの二人。この先は会議を行う場所だぞ。部外者は立ち入り禁止だ。サンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。レイシオという名は聞いていると思うが。ああ、覚えているぞ。ヴェリタス・レイシオ、君のパンチ化送粒子時計は実に印象的だった。何の話だ。君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには及ばないがな。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在しない。君には見えないだけだ。言っただろう、ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。さあ早く行け、サンデーさんを待たせないようにな。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。この先は？扉が閉まっている。僕たちだけでどうにかしなければならないようだな。僕が言いたいのは、ここには扉すらないのに前はどうやって中に入ったのかってことなんだけど。セキュリティ上の理由からファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。そこに行くための仕掛けはつぐみの彫像の中に隠されている。彫像の向きは変えられるようになってるんだ。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせていたが。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。行ってみよう。もちろん全方向を試してみるっていう手もあるけどね。はあ、これっぽっちじゃ入場できないよ。ないリターン、悪くない。ハイリスク。
に使ってくれ。全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。トン月光を剣とす。全てを照らさん。動じないで、答え見つけてごらん。貝だ、僕が出そう。頑張って。亡者再臨。好きに使ってくれ。動じないで。トン月光を剣とす。全てを照らさん。僕が出そう。全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。答え見つけてごらん。幸運が富をもたらしてくれたよ。
6羽のつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒントだな。でもこれって本当につぐみなのかい？そうだが、どうかしたのか？いや、ただこんなに大きなつぐみがいるのかなって。僕が見るにこれはハードイーグルだと思うんだよね。五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ、カタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しないといけないんだ。これが正解だった。実に素晴らしい発見だ。君には天才クラブに入るチャンスを譲ってやろう。本気で言ってる？てっきり君はとっくに諦めたものだと思ってたけど。ただの冗談だ。伝わらなかったか？中はすごく豪華だね。サンデーは自分に清廉なイメージを植え付ける気はさらさらないらしい。忠告しておこう。ここは無境だ。この屋敷のインテリアがどんなに豪華でもピノコニーには微塵も影響を与えない。つまらないところでファミリーのアラを探そうとするのはやめた方がいい。ああ、君の言う通り。ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。きっとサンデーもそう思ってるんじゃないかな。それじゃ下の階に行くとしよう。待て。どうかしたのかい？まさか道を間違えたとか？間違えたわけではないが、この扉には鍵がかかっている。おいおい、君、本当に彼と約束してるのか？これはテストだ。話をする前にサンデーに自分の価値を証明しなければならない。僕の認識が間違っていなければ、この広間で扉を開けるための方法を見つける必要がある。さもなければここが僕たちの監獄になるだろう。脱出ゲームってことか。面白い。真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。まずは戻ろう。ヒントは大方あの目立つ箱庭の中にあるだろうからな。うーわ、大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。運試しと行こう。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入ってる。どうやら君の言う通りだったみたいだね。前に来た時はこんなスロットはなかった。あの男が意図的に作ったのは明らかだな。君の天才的な頭脳ならここに何が置かれていたのかも覚えてるよね、教授。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。
見つけた。あれだ。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君、こんな小物のことまではっきり覚えてるのかい？それにしてもこの見た目、なんだか通り抜けるだけで人を小さくするトンネルを思い出させるな。僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計なことは言わない方がいい。まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだことがないから、チップを積むのとどっちが面白いのかはわからないけど。ほら、ぴったりやって完璧だ。え、次は？嘘だろ、体が小さくなった。夢でも見てるのか？ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのことこのまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうやってファミリーの内部に潜入して。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。
運試しと行こう。全てを照らさん。僕が出そう。全てを失うか、はたまた手に入れるか。リスクのないリターン、悪くない。こんにちは。黄金の時の基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。なら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキ基盤模型へようこそ。そそ、私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。すす、喜んでお手伝いしましょう。ガイドを生成しています。しばらくお待ちください。さい。最寄りのチェックポイントを検出しました。おー、私の背後のガチャ模型をご覧ください。さい。あ、何がなんだか、ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。ガチャの模型だ。地面に操作できる場所はないね。上にあるあれかな。教授、ちょっと手伝ってくれ。この模型は内部構造で本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに戻る。ああ、これでようやく静かになるな。です。え、
零点。頑張って。はっ。すべてを照らさん。月光を剣とす。亡者再臨。答えてみろ。動じないで。真理を探り、誤謬を根絶する。天使を授けん。償いたまえ。答えてみろ。零点。頑張って。はっ。月光を剣とす。すべてを照らさん。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。しよう。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないな。これで全部集まった。楽勝楽勝。運試しと行こう。
合はない。亡者再臨。頑張って。はっ。かいだ。気をつけて。答え見つけてごらん。トン月光を剣に突す。動じないで。好きに使ってくれ。ふわっ。はっ。すべてを照らさん。全てを失うか、はたまた手に入れるか。亡者再臨。頑張って。僕が出そう。動じないで。答え見つけてごらん。はっ。好きに使ってくれ。月光を剣とす。僕が出そう。気をつけて。動じないで。こんなもん。かいだ。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。気をつけて。すべてを照らさん。亡者再臨。頑張って。答え見つけてごらん。はっ。月光を剣とす。好きに使ってくれ。動じないで。これで全部集まった。楽勝楽勝。これで全部集まった。楽勝楽勝。
楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろ。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。